こう開いて人の距離というよりは個人の能力でどんどん縦への勝負というのが多かったですけど、はい、まあ、そこから水沼選手が入ったことによって人のつながり関係性というのが良くなりました、まあ、そういったところが非常に結果にもつながりましたね。はい、あれはうまく内側をついた菊池、中央堀米、右が空いた、ただ自分で持った左足クロスバー、もう一度堀米、これは当たらず、エルアルドフリックしようとしましたがサガンタス奪って菊池です、奪い返した村上、村上入れた、アンデルソン・ロペス、逃げないことでもやっぱりそうやってしっかりやってくれるのはいいですよね。はい、川原から岩崎です、岩崎マイナス、川原打ったクロスバー、堀米からリターン、堀米来た、こぼれ球、先に触って岩崎は前を向きます。センターバックとサイドバックの間のところはね、こうボランチがしっかりケアしなきゃいけない部分にはなってきますからね。さて PK です、無情にもポストの内側を叩きました。まあ、やはりこうギリギリまで森選手動かなかったですからね、はい、まあ、しっかりギリギリのコースを狙いに行ったと思いますけど、まあ、それが逆にポストに嫌われましたね。を出して奈良原、長沼カットイン、長沼右足シュートだー、からネットを揺らしてみせました長沼洋一80、まあ、何より F マリノスからするとこのパスミスを、ね、奪われてしまったところから始まったのでちょっと悔やまれますけど、まあ、はい、まあ、ただこの持ち出しからシュートまで、まあ、しかもコースもねしっかりいいコース飛んでますし、まあ、これは長沼選手の素晴らしいゴールですね、はい、まあ、また抜けたんですね、吉尾、上中、吉尾、吉尾、エウベル、吉尾が来た、吉尾だ、90分に向かうところで追いつきました、エクマリノス。吉尾選手の良さっていうところはねしっかり出ましたけど、まあ、ここでうまくこう自分で運びつつ人をうまく使ってねしっかり相手の急所に入っていくっていうところの、もうまずこのイメージねしっかり持って入ったと思いますし、まあ、しっかりこの最後決め、中央浮いたボール、ボレーシュート当たらず、最後横山です、試合終了。